サンイレブンはイギリスのスポーツカーメーカーであるロータスカーズが2017年から2020年まで製造していたスポーツカーである。イレブンの後継として開発され、2015年のグッドウッドフェスティバル・オブ・スピードで発表、2017年に発売された。一切の妥協をしないというロータスの精神のもとにデザインされ、純粋でピュアなパフォーマンスを追求し、 ロータス電灯のハンドリングとスピードの両立を目指した。社名にちなみ、全世界で311台が生産される。基本的な構造は211のそれを踏襲しており、エリーゼやエキシージュ系のオールアルミニウム製モノコックをベースに、フロントガラスやサイドドアを持たない、オープンカースタイルのカーボンファイバー製ボディが組み合わせられる。エンジンは、 トヨタ自動車製にグレーに FE 型3.5リットル V 型、6気筒エンジンにスーパーチャージャーを組み合わせたユニットを搭載。サスペンションは前後ダブルウィッシュボーン式で、アイバッハ製、コイルスプリングとオーリンズ製調整式ダンパーの組み合わせ。タイヤはミシュラン製で、ロードバージョンがパイロットスーパースポーツ、レースバージョンがカップ2をそれぞれ標準装備する。 タイヤサイズはフロント 22540ZR18 リア 27535ZR19 で前後異けとなっている。ありがとうございます。